皆さんこんにちは。今ですね JCII フォトサロンでですね、私稲英二写真展天皇陵というのを開催しております。これ、天皇陵というとですね、皆さん天皇を知らないっていうことはないんですけども、お墓がこれだけたくさんあるっていうのをご存知かどうかっていうのは非常に疑問だと思うんですね。で一応1代の神武天皇から124代の昭和天皇陵まであるんですけども、紆余曲折天皇制っていうものに関してですね、時の政治状況で、南朝になったり北朝になったりとか南北朝の時とかいろいろあるんですけれども、そういう形で、時系列で、構成しております。そういう形で、ここから写真展はですね、最初は古墳時代から始まるんですけども、いわゆるその日本の歴史をですね、外観するっていう構成になってます。これは神武天皇陵で、弘安、光源、開化、崇神、垂仁、慶光、政武、中愛、応神、仁徳、利中、範善、陰陽と、124代暗唱はできないんですけども、撮ってるうちにそれぐらいは暗唱できるようになってしまいました。でこれが崇神、天皇陵で、一番最初の1代目が初国白須の尊って言われてるんですけども、この崇神天皇も同じように初国の白須の尊って言われてまして、ここから以前っていうのはほとんど神話だの世界だっていうふうに言われてるんですけども、ここから先が実害があるかないかっていうところも非常に学者の人たちの間で論争があってですね、なかなかこうミステリアスな世界なわけですね。で天皇と言いつつですね、ここは大和尊命陵なんですね。白鳥の御捧っていうんですけども、大和尊命も3つの陵があってですね、最後ここに白鳥になってですね、鎮座したっていうことなんですね。で大体こういうふうに鳥居があって正面から撮ってるっていうことなんですけれども、これなんかも仁徳天皇陵なんですけども、それだけの構成でやると、タイポロジカルでそれなりにいいんですけども、ちょっと単調になるっていうことで、陵のですね周囲っていうのはすごく自然が豊かなもんですから、そういう自然とか、これはセミの抜け殻なんですけども、そういうものを取りながらですね、構成していったわけなんですね。でこの仁徳天皇陵も3回ぐらい行ったんですけども、この鳥居が最初の頃はすごく汚れてて汚かったんですけども、確かインターネットかなんかで見た時にですね、新しくなったっていうことで、白木の綺麗なですね鳥になって、もう一回鳥に行ったりもしてます。8×10 で撮影するとですね、失敗も結構ありましたんで何回も鳥に行ってます。あとですね、これほとんど梅雨の時期に割と撮ってるんですね。あんまり太陽の光がギンギンにしてない時、影がないっていうものを狙って撮ってますんで。そういう意味で湿気があるとですね、8×10 の大きなフィルムがこうカーリングしてしまうんですね。10秒とか20秒とか録音してますんで、その時にブレたりとか落としてですね、ピントが悪くなるっていうことで、何回も撮影に行ったりしております。周りの田畑にですね、水を供給してるんですけども、そのなんか弁の役割かな、堤防の役割をこれで知ってるみたいで。この写真外国の方に見せるとですね、なぜ天皇の墓に十字架があるんだって非常に不思議がられるんですけども、キリスト教との関係は全くないんですけどもね、ちなみに平成天皇は家庭教師が確かアメリカの人だったりとかしております。で聖徳太子、昨日のですね、BS で、もっくんもっときくんかながやってたNHK の「聖徳太子」っていう、テレビ番組があってですね、一部二部私昨日見てしまったんですけども、その聖徳太子の陵で、聖徳太子っていうのはいわゆる仏教をですね、積極的に入れたっていうことで、昔の人は一万円札は聖徳太子の肖像画だったもんですから馴染みが深いと思いますし、まあ、歴代天皇以外の重要な方たちをですねこうやって入れたりもしております。でこの辺りからですね徐々に、ここはまあ壬申の乱のですね天武持統天皇陵だったりしてですね天智天皇陵ですねこれは、この辺になると京都が多いんですね。以前は割と飛鳥奈良が多かったんですけども、この辺からだんだん京都に入ってきます。これは嵯峨天皇陵かな、ここのですね水尾陵なんですけども、清和天皇陵かな、まあ、清和源氏ってよく言われるんですけども、私も家系図をですね紐解いたことがあってですね、私の3代前のですね、人が家系図を作ったんですけども、一応私も清和源氏の末裔というふうにそれには書かれておりましたけども、いっぱいそんな人は大体調べていくとですね大体清和源氏に行き着くらしいですっていう感じで、まあ京都、で、まあ、ここでですね鎌倉時代になるんですけども、まあ、源平の騒乱でですね安徳天皇と言われましてまあ逃げてきてですね、壇ノ浦の戦いで、まあ、受水した天皇ですね安徳天皇6歳の時に二位の尼と一緒に受水して、まあ、お母さんであった建礼門院さんは助かったということなんですね。でこれは歴史天皇のですね歴史非常に研究してる学者の先生が一回見に来た時にですね「いや皆さんこれこそ本当のお墓陵だ」っていうふうに言われてたんですけども、いわゆるそのここのでお亡くなりになった壇ノ浦のですね海の中に沈んだっていうことですね。まあその時に海の底にも都があるっていうふうに二位の尼が言ったというふうに伝えられております。だんだんですねやっぱり寺院の中にこういうふうに合葬されてですね、10人とかが一つのお寺の中に合葬されてるパターンがだんだん増えてくるわけですね。まあ、それは日本の歴史の中でですね、徐々に、天皇の権威が低くなってきて武士が台頭してきたっていうことですね。でこういうふうにですね寺院の中に御捧があるっていうことになるんですけども、これ鳥居がないっていうふうにみんな思うんですけども、この中にですねちゃんと鳥居があるんですね。でこれが後白河天皇、まあ、後白河法皇ですよね。まあ、今用が好きだったっていうとても、源の頼朝からですね日本一の大天狗だっていうふうに言われたですね、まあ剣謀熟殺が非常にうまくまるで怪人のような政治的手腕を非常に発揮したという後白河天皇のお墓なんですけども、これ場所がすごく静かなとこなんですけども、まあ後白河天皇が33間堂を作ったんですけども、その本当に隣にですねこういう、陵があるわけですね。でも33間堂はもう本当に観光客の方がいっぱい見えるんですけども、ここは訪れても一人もいません。ですから皆さんもですね天皇のお墓にですね一度も行ったことがないっていう人はですね、奈良京都に行ったらですねいっぱいありますのでちらっと「天皇陵」って検索するとですね出てきますから、お伺いすると面白いと思います。まあこの辺から、まあ南北朝も末期になってきまして、これは後醍醐天皇陵で、まあ、後醍醐天皇陵っていうのは、非常に天皇親政って言われて、武士からですね武士の政治から天皇に戻そうと思って足利尊氏と対立したんですけれども、非常にすさんでな陵でですねまあ吉野にあったんですけども非常に遠かったんですけども、思ったより綺麗じゃなかったから私はもっとすごいものがすごい量かなと思ったら5代後天皇陵確か96代なんですけども、それほどうっそうとした中にあったということですね。でこの陵はですね京都の方を見てるという5代後天皇の怨念がちょっとあるというそういう陵です。これは北朝のですね弘厳天皇と後花園天皇の合葬された、これは三笹木ですね。あと12345枚しかないんですけれども、ちょっと飛ぶんですけどもこの辺から幕末になってきます。孝明天皇はですね、諸説あるんですけども毒殺疑惑っていうのもあったりしてですね、明治維新の時に、非常に孝明天皇は外国人の方が嫌いだったっていうことでですね、尊皇攘夷の、旗印にされたわけで、そういう意味でですね、暗殺疑惑も絶えないって、どんな天皇にもですね先ほども話したようにいろんな逸話歴史的背景がありますのでそういうのを思い描きながらですね、イメージしながら、見ていただくと面白いと思います。やっと明治維新が達成してですね明治天皇陵ですね。で明治天皇いわゆるその王政復興でですね、近代革命明治維新というのは日本においては近代革命が成し遂げられたんですけどもここで面白い現象が起こりますね。ものすごく巨大な古墳になってしまったということですね。ですから日本の近代革命である明治維新というのは一体何かということを思った時にですね一番最初の古墳時代の天皇ですね陵ああいう巨大な前方後円墳のようにもう一回なってしまった、いわゆる天皇のですね権威づけをここでやったということですね。だから近代化と同時で古墳は古代に戻ってしまったっていうことなんですね。ここはすごく面白いと思います。大正天皇これで最後昭和天皇陵で一応完結するということになっております。皆さんですねこの写真展を見た時にですね感想としてですね宮内庁さんからですね許可を取るのは大変だったっていうようなことを質問されることがあるんですけども、一般の人たちが自由に参拝できるところからしか取っておりませんので、全く問題はないっていうことと、宮内庁の見解としてはですね聖逸と尊厳を、守ればですねあんまり騒いだりとかしなければですねもちろん飲食はダメなんですけども、そういうことで、参拝静かに参拝していただければいいということになっております。今回のですね撮影に使ったカメラ、これはカメラの名前はディアドルフっていうんですけども、フィルムのサイズは 8×10、8インチ10インチなんですけども、簡単に言うとですねA4 の紙ぐらいの面積のフィルムだっていうふうにご理解いただければいいです。で、シノゴとかですねこの4分の1ぐらいの、カメラもあってそれでも十分重くてですね大変なんですけども、こういう大きなカメラでどうして撮ったのかっていうとですね自分の心というか撮影対象に向かう意志としてですねやっぱりテーマがあまりにも壮大すぎるものですから、こちらもですね 8×10 という大きなカメラで対しようというふうにですね思ったわけですね。それによって三脚も非常に重量が重くなりますし、8×10 のフィルム5枚カットホルダーがあると10枚しか撮れないんですね。で先ほど説明したですね清和天皇陵だったかななんかは駐車場からですねもうすごく遠いんですね。1時間半ぐらい歩かなければ行きつけないところもあるし坂天皇陵にですね山の上にあったりもしたりするもんですから、出杯もできないカット数もバシバシ取れないということでですね、それだけの緊張感を持って、撮影に臨むことが、こういうテーマを、撮る身構えとして私が選択した方法です。今回図録を作ったんですけれども、2007年8年かな、一応アメリカのナツライルプレスというところからですね、英語版を出版しました。で最大に違うのはですね、英語版というのは全部ローマ字表記でですね、全て英語です。で天皇っていう用語もですね、エンペラーっていうふうになっておりますので、そういう意味ではエンペラーと天皇っていうのは違うと思うんですね。ですから今回この JCII さんで作ったですね、天皇陵、日本語ですよね。日本語っていうのは漢字、カタカナ、ひらがな、ローマ字、っていうことでですね、いろいろその表記の問題もありましてですね、まあうねび山の後ろ手の御事のなんとやらっていうふうになっておるんですけども、そういうのもひらがなできちっと、記述しております。そういう意味でですね、こちらの本とはまた違ってですね、全ての三笹にですね、どこの三笹かっていう、まあ県とか府とかですね、場所のといつ取ったかっていうことも含めて入っておりますので、こちらもぜひですね、興味を持った方はご購入いただけると嬉しく思います。